箱でレイブを守っていただと？シバはな、50年間友達もなく、ずっとレイブを探し続けていたんだぞ。お前仲間だったのに、なんで助けてやんなかったんだよ！そうか、やはりシバと会っていたのか。だがな、ハル、それは違うぞ。わしはすでに死んだ人間じゃ。本来なら主らに話しかけるのも許されぬ行為なんじゃ。シバがレイブを探していたのは知っておった。しかしこの場所が見つけられなかったのは運命。仕方がないことじゃ。そんな、かわいそうじゃんか。シバたった一人で50年間もずっと無駄な旅をしていたなんて。無駄な旅じゃと？主はシバの50年の旅を無駄じゃというのか？だってそうだろ。なんて孤独な、なんて悲しい人生をシバは送ってしまったんだ。自分の信念を貫き生きてきた男の人生を無駄な時間だというのか？人生というのは結果が全てではない。どう生きてきたかが大事なんじゃ。戦争中は志半ばで死んでいった者がたくさんいた。それに比べればどんなに孤独だろうが信念を貫き通せた分、シバは幸せな男なのだ。ハルよ、こっちへ来い。主に見せたいものがある。すまぬが他の者はここに残ってくれぬか。あれ、どうしたの？今何か通ったような。気のせいでしょ。そうですね。あの扉、さっき確かに閉めてあったよな。チッ、俺たちは締め出しかよ。退屈？だったらしりとりでもする？本当に取っていいんですか？いいよ。イエーイ。すんじゃねえ。ガッデム。50年前、大国レアグローブはダークブリングを使い、圧倒的な武力による世界支配を目論んだ。そしてそれを阻止しようとした小国シンフォニアとの間に戦争が勃発した。わしらと共に戦った誇り高きシンフォニアの戦士たちは、己が国を、世界を守るために勇敢に戦った。しかしその大半は志半ばでこの世を去った。ここはその戦士の墓。まあ墓といっても名ばかりでな。実際に亡骸があるわけでもないが、今でもこの者たちの声が聞こえてくる。昨日のことのように。いるよ。
重視にも聞こえたんじゃな、戦士たちの心が。お主のような男が二代目レイブマスターでよかった。主こそレイブを持つにふさわしい。受け取るがいい。飛び散ったレイブの一つ、知識のレイブじゃ。いいのか、これをもらっても。二度と戦争を起こしてはならん。そのためにレイブがある。正しき道に使い、悪の根源を叩くのじゃ。ああ、ごめんな、ディアハウンド。あんたも50年間、ずっと孤独にレイブを守り続けていたんだもんな。どうした？おい、どうしたんだよ！しっかりしろよ、ディアハウンド！これは…お前は。また会えたな、レイブマスター。シュナイダー。貴様、大丈夫なのか、ディアハウンド。おお、手裏剣にはたっぷりとスリープパランを塗っておいたんだが、もうお目覚めかい？やっぱり死んだ人間には効果は望めなかったか。貴様、どこから入ってきた？ずっとレイブマスターの後をつけてきただけだよ。私にとって気配を消すことくらい何でもないのさ。愚かな。ここは戦士たちの眠る聖地。生きて出られると思うな。笑わせるな。話は聞いていたぜ。貴様があの蒼天四戦士の一人だってな。しかし、今はただの老いぼれグマ。何ができる？それにこんなのが墓だと？てめえ。そうだ、私が用があるのはお前だ、レイブマスター。見せてやるぜ、本当の戦闘スタイルをな。あの構え、ただものじゃない、殺しのプロか。お前には聞こえねえんだな、ここに眠る戦士たちの声が。感じられねえんだな、戦士たちの心が。